こんにちは、下左衛門です。今回は自転車で転倒事故などを起こし、救急搬送される場合に、その時何が行われるのか、どんなやり取りがあるのかを語りたいと思います。はい、まず第一にですね、ストレッチャーに乗せられてか、もしくは自分の足で救急車に乗り込むことになります。 そして第2位ですね、7と今日が何月何日かを聞かれます。これはですね、意識や記憶の混濁というか混乱で、えー、ちょっとあの、障害が出てないかというのを確認するためだと思います。 はい、第3にですね。頚椎カラーを装着されますえ、これをですね。頭の周辺を打った場合に、あの首にあのコルセットを巻かれてですね。あの首の負担をできるだけ少なくするようにされますえー、もしかしたら手足だけの怪我の場合だったら、そんなことにならはならないのかなと思いますが、もしかしたらされるかもしれません。はい、第4にですね。荷物と貴重品の確認が行われます。所持品、特にあの貴重品が紛失してないかとか。 ですね、あとはどこか、えーまあ、その場所に落としてきてしまってないかの確認とです、ね、あと貴重品だけ分けられて、えー、袋に入れられて、まあ、すぐ、えー、確認ができるような形で分別してくれてあの、保管してくれます、救急車の中で。第5にです、ね、個人情報の分かるものですね、えー、免許証等で個人情報の確認や、あとは職業等勤務先なども聞かれたりします。 はい、6にですね、血圧計と心拍計をつけて、容体の確認が行われます。いろいろと、えーま、聞き取りなどや、ね、行われる関係でですね、大体停止中の救急車に20分ぐらいは会いたような気がするんですけど、その時にきに容体あの余が急変したりしないかを、ま、か確認というか監視するためといいますか、まあ、それで血圧計と心拍計を、ま、つけてですね、えー、今の現在の容体の確認を行います。体の 各部位ののむ場所の聞き取りとということで,です、ね、事故のショックでなかなかその時には分からなかったようなあの痛みなどがです、ね、じわじわと出てくることもあるものですからで自転車のえ転倒でよくありがちなのが鎖骨の骨折だったりもするんですけど自分は、えー、裁判にもなかったんですけど、まあ、よくあることらしいので救急隊員の方がで鎖骨大丈夫って形で,です、ね、聞かれましたね。あと腕と腕か、えー 足なんかも、あの、打ち所とか、あの、先に、あと、転んだ時に手などをついてしまった場合、えー、手首とかが折れることもありますので、まあ、そんなことも含まれて、ちょっと体を触れ,れ、体に触れられながら、ちょっと、あの、痛みの確認なども行われました。はい、第8位ですね、警察官から同様に、えー、個人情報ですとか、まあ、簡単な事故の状況の聞き取りとですね、あと、自分と近親者の連絡先等を聞かれました。えー、まあ、これで、あの、現場検 9、はいえー、としてですね、これは警察官の方があのやっといてくれるんですけど、自転車は、まあ、病院に持っていくわけにはいかないので、事故現場に置いていくことになります。とは言ってもですね、あのま、周りの近所の住民の方のご協力をですね、警察の官の方が取ってもらってくれてですね、えー、自分の場合は事故現場のすぐ横のお宅のですね、えー、駐車場の、ま、ガレージみたいとかの、カーポートの下の方にあの置かせてもらうことになって、 でですね、まああの、治療が全部終わった後に取りに行くことができました、まあ、以上のよう,にようにですね、まあ、順番が必ずこうではないとしてもこのような流れで、えー、救急車の中で手続きというかや,のやり取りがされて、えー、病院の方に向かうことになります、えー、皆さんもですね、このような、えー、自転車事故にはあってほしくないんですがもしです、ね、今後のところで何か事故があった場合このような流れで救急で 病院まで向かうことになりますので何かの参考にしていただければと思いまして、えー、こんな動画を作ってみましたはいではですねあのこの動画を見ていただきまして何かしらでも感じ取ってもらえるものがありましたら評価ボタンだけでも押してもらえますと、えー、大変今後の励みになりますので、えー、よろしくお願いできればと思いますではご視聴ありがとうございました